こんばんは、深夜にすみません、ミスターマイアミさんへの返信になります。今回はね、これで Facebook ライブでミスターマイアミさんへの、への返信動画をお送りしますね。まずはですね、 YouTube のことなんですけども、素晴らしいと思います。自分は作業してたなってことに気づくのは素晴らしいと思います。でもね、ここまで来る人もほとんどいないんですよ。まずは作業することがルーチンになる、作業するのが当たり前になるっていう生活にほとんどの人は入らずに退場していくんですよ。YouTube チャンネル作って YouTube の動画アップロードしましたって言って、初日は頑張るんですけども、次の日やってますかって言ったらやってないんですよね。で、1週間経ったらもうね、ああしばらくやってないなみたいな感じになるんですよ。で、1ヶ月経ったら、すいません最近できてなくてってなるんですよ。で、1ヶ月経っても2ヶ月経っても動画の100本すら上がってこないってことになって、まあ、これはね、 YouTube に参加したとはちょっとなかなか言えないレベルなんですよね。やっぱり1000本で1単位で1万本がスタートラインみたいな気持ちでいかないと、さすがに YouTube で自分の情報発信していったりとか、魅力を発信してファンを作ったりとか、ましてやお金を稼ぐっていうのはね、多分その10本20本100本200本ではとてもできるレベルではないんで、だからミスターマイアミさんのように作業するのが当たり前になったから、これから工夫をしていこうかなっていうフェーズ、この第2フェーズに入るのっていうのは、まあ順調だと言えなくもないかなと思います。その上でですね、いろんなね、アンティークの食器をミスターマイアミさん紹介してらっしゃいましたけども、私もね、何点か見る中で自分だったらこういう風にやるかなっていうのを今日アップロードしてみました。そして占いのコーナーですよね。裏付けのない、情報源なんですけども、アメリカはね、やっぱりね、 UFO とかすごい進んでるんですよ。研究機関とか、プロジェクトブルーブックみたいなのがあって、アメリカの空軍が公式に調査をしてたぐらいですからね。それから NASA の方でも研究機関があったりとか、ディバンキングプロジェクトって言って、元政府の高官とか高級官僚がもう秘密の情報を暴露するようなね、そんなイベントもしてたりとかして、むちゃくちゃね、熱いんですよ。で、メキシコに至っては村おこしのためにもうね、メキシコ政府がUFO とか宇宙人の講演を作ったり、もう空軍の UFO 情報とかを流したりとかして、すっごく面白いんですよね。だからもう政府がインターネットを通じて、UFO 情報にね、すごくがっつり食い込んできたっていうのがなかなか魅力的かなと思いますよね。そしてですね、次ビジネスのことなんですけども、やっぱりね、絶対避けて通れないのは、UFO 見ましたか、星野さんも。私も何度も見たんですよ。絶対ビジネスで避けて通れないのは、人に再現させるってことなんですよ。自分がやったことを他の人に同じ結果を出させるってことをやらないと、もう先進まないんですよ。ですので私はね、自己アフィリエイトをやって、自己アフィリエイトをやる方法を1000人以上の方に再現させてきました。だからこういうことをやらないといけないんですよ。で、プラスですね、その他にもあるのが、 FX をやって FX で同じような理論理屈とか操作ができるように人に再現させるってこととかね、当然アフィリエイトとかっていうのはレベルが上がりますけども、アフィリエイトでサイトを作ってその人の売り上げを作っていくとか、転売で自分がやった方法を同じようにやらして、その人も販売ができるようになる、儲けるようにさせることができるっていうのは、要するにこの連鎖でないとビジネスって広がっていかない、マーケットって広がっていかないんですよね。でもほとんどの方がこれをせずに何とかしようと思うんですよ。だからループにかかるし、安易な投資案件に行ったりとかね、なんかプラストークンみたいなウォレットみたいなのよくわかんないのに突っ込んでしまったりとかして、もうめちゃくちゃになるんですよね。だからそういうことではなくて、私は常にですね、自分ができることを自分と同じ分身を作る意味で他の人にもできるようにってことを積み上げてきて、自分でもできるし、この人でもできるし、あの人でもできるなと、同じことができる人が増えてきたなっていうのを確認しながらマーケットを広げてきたわけなんですよね。で、まあまあそういうことなんですよ。だからそれをやっていく上で、ミスターマイアミさんは奥さんに何かを再現させるってことがもう絶好の、練習になりますんで、 YouTube のね、一般公開しなくてもいいんで YouTube に出てもらうとか、自分の伝えたいことを奥さんにもね、やってもらうとか、自己アフィリエイトやってもらうとかっていうのができるといいかなと思いますけども、なかなかね、難しいかもしれないですね。で、 FX なんですけども、すごくいい気づきがありましたよね。 FX ってのは、ここで入ったら絶対損失するなっていうのがまず分かんないといけないんですよ。ここは入ったらもうね、分が悪いなっていうのが分かんないといけないんですよ。そうすることによってまず損失が抑えられて、その上で損失がほとんど出ない状態でエントリーすれば勝つみたいなポイントだけをいくから、プラスプラスプラスでいくんですよね。で、どっちかな、分かんないな、まあ行ってみるかみたいなのはあんまり私はね、ダメだと思うんですよね。で、そういう意味で私は一番最初は1週間に1エントリーぐらいしかできなかったんですけども、それでもね、その1エントリーやっぱり勝ちますよね。だからそういう、これは勝つだろうみたいな時だけ行く、これはよく分かんないな時は行かない、こういう風なメリハリをすることによってエントリーの回数も減りますし、自分の深みあるリサーチっていうんですかね、検証とかにもつながっていくから、 FX も乱れに入ればいいと思うんではないかなと思います。かといってね、臆病で入らない、全然入らないっていうのとも違うんですよ。ずっとダブルトップならダブルトップが来るのを待つとかね、今回 W とそれから何ですかね、三点天井のテーマでずっと言ってましたけども、どっちなんだろうと思ってるわけなんですよ。
で他にも見方によっては別の見方があると思うんですよ。移動平均線とか見たら全く別の見方があると思いますけども、あえてね、自分がこれとこれの理論だけで組み上げていこうと思ったこの1週間だったかなというところでございます。それがまあ私なりのね、上達戦略でございます。これからもよろしくお願いします。それでは失礼します。